UEFA チャンピオンズリーグ2019から 20UEFA チャンピオンズリーグ2019から 20, から20決勝 UEFA チャンピオンズリーグ2019から20決勝は欧州サッカー連盟により開催される UEFA チャンピオンズリーグ2019から20の決勝戦であり28回目の UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦である 試合は2020年8月23日日曜日に、ディスボンのエスタデオ・ダルスで開催された。試合は、リーグアンに所属するパリ・サンジェルマン FC と、ブンデスリーガに所属する FC ・バイエルン・ミュンヘンの間で行われた。バイエルン・ミュンヘンが7年ぶり6度目の優勝を果たし、UEFA ヨーロッパリーグ2019から20、王者と対戦する 2020UEFA、 スーパーカップの出場権のほか UEFA サッカー連盟を代表して2020年12月にカタールで開催される FIFA クラブワールドカップ2020の出場権を獲得した。またこの試合はヨーロッパでの新型コロナウイルス感染拡大による影響により無観客で開催された。パリ・サンジェルマンはヨーロピアンカップ UEFA チャンピオンズリーグ通して 初めての決勝進出。この試合までに EC、UCL で通算110試合を戦っており、これは2006年に初めてファイナルに勝ち進むまでに90試合を要したアーセナルを抜いて最多記録となる。フランスのチームとしては2004年の AS モナコ以来16年ぶり7チーム目の決勝だが、優勝したのは1993年のオリンピックマルセイユのみである。 PSG 自体は三度目の主要 UEFA クラブコンペティションのファイナルであり UEFA カップウィナーズカップ1九9 5から9六で優勝を果たしたものの連覇を狙った翌年の1九9七年には準優勝に終わっている一方のバイルンミュン編は AC ミランと並んで史上に痛いとなる十一回目の決勝進出直近では二千十三年が最後であり この時には、アリエン・ロッペンのゴールで、ボルシア・ドルト・ムントとの同国対決を制し優勝した。チームは2020年の公式戦28勝1分無敗で、目下20連勝中と絶好調であった。また、監督のハンス・ディーター・フリックは、選手として1987年のファイナルに、出場しており、史上15人目となる選手、監督の両方で、決勝進出を果たした。 この2チームの過去の対戦成績は8試合で PSG の5勝3敗 UEFA チャンピオンズリーグ2017から18ではグループステージで同組となり2戦ともホームチームが勝利を収めた両チームは今シーズンのリーグ戦とカップ戦を共に制しておりこの試合がトレブルをかけた戦いとなる PSG が勝利すればフランスのクラブでは史上初 バイエルンが勝てば、バルセロナについでにチーム目となる二度目のトレブル達成となる。決勝戦の舞台となった、エスタディオダルス今大会の決勝戦の誘致に関心を持つサッカー連盟は2017年9月22日から10月31日の間にそれを表明し、2018年3月1日までに書類を提出することとなっていた。ただし、 UEFA ユーロ2020の会場となる12連盟は応募できない。2017年11月3日に UEFA によって以下の2つの候補地が公開された。2018年3月24日にキエフで開催された UEFA の理事会にてアタチュルクオリンピアとスタドが選出された。しかし2020年6月17日ヨーロッパにおける 新型コロナウイルス感染拡大によってフットボールカレンダーが中断した影響で UEFA は今大会のベスト8以降をポルトガルにおけるワンマッチ集中開催決勝のスタジアムをエスタディオダルスとすることを決定した。これによってイスタンブールでのファイナルは翌2021年に延期となる。SL ・ベンフィカの本拠地であるこのスタジアムにおいては 先日の2014年決勝の他にも UEFA ユーロ2004の決勝開催実績がある。イスタンブールで開催予定だった決勝のアンバサダーは元トルコ代表のハミとアルトゥントップ。バイエルンに所属していた2010年には決勝のスターティングラインナップに名を連ねた経験がある。中以下のすべての結果は決勝戦進出にクラブの得点を前に表示している。 2020年8月20日、UEFA はフィグック所属の国際審判員であるダニエレオルサートを投資愛の主審に任命した。UEFA ヨーロッパリーグ2018から19の決勝で第4審判を 2018FIFA ワールドカップの決勝でアシスタント VAR を担当した経験がある。副審も同じくイタリアのマンガネッリとジャラティーニ第4審判は ルーマニアのガンが務める。VAR 担当は、イタリアとスペインから計4名が選出された。序盤から両チームが、ハイプレスを仕掛ける激しい立ち上がりとなり互いにチャンスを、生み出す。18分、キリアン・エムバペのパスに、ネイマールが抜け出しシュートを放つも、マヌエル・ノイアーがセーブした。22分には、アルフォンソ・デイビスのクロスを後ろ向きで受けたロベルト。 レバンドフスキが反転してシュートしたが、ポストに当たってしまった。続いて24分には、アンヘルディマリアが、アンデル・エレーラとの絡みからフィニッシュに持ち込むも枠の上に外れた。その直後、ボアテングが負傷で交代を余儀なくされニクラス・ジューレが、交代で途中出場した。前半終了間際には、キングスレイ・コマンが、左サイドを突破し、ペナルティエリア内に侵入したところで、 ティロケーラーに倒されたが、ノーファールの判定だった。前半を、スコアレスで折り返す。59分、セルジュに破り、トーマスミューラーと繋いだパスを受けたヨシュアキミヒがクロスを上げると、大外から飛び込んできたコマンが、ヘディングで合わせて先制ゴールを上げた。劣勢に立たされた PSG は立て続けに、ベッラッティとユリアンドラクスラーを投入して、中盤の攻撃力を高めるもなかなかフィニッシュまで、 持ち込めず、80分には、エリック・マキシム・シュポーモティングを投入したが、ゴールは上げられず、試合終了。バイエルンが PSG を1-0で破り、7年ぶり6度目の優勝を達成した。パリ・サンジェルマン・ブイ・バイエルン・ミュンヘン昨シーズンから、引き続き、ダゾーンによる独占制中継が行われた。ありがとうございます。